試合結果をお知らせします。剣道第2試合場男子の部、大阪府警察古川選手対警視庁内村選手の試合は、大阪府警察古川選手の勝ちとなりました。柔道66キログラム級第4試合場で行われました。京都府警察肥後選手警視庁小寺選手の試合は、京都府警察肥後選手の勝ちとなり、準決勝で進出が決まりました。大阪府警察増田選手対石川県警察中村選手の試合は、大阪府警察増田選手の勝ちとなりました。同じく第1試合場長野県警察小山選手対京都府警察坂本選手の試合は、長野県警察小山選手の勝ちとなりました。
手下選手対兵庫県警察佐々田選手の試合は大分県警察手下選手の勝ちとなりました。警視庁、山岡選手対和歌山県警察、伊達選手の試合は、警視庁